はい、どうも、三平です。今日もユーマ来てもらってます。ユーマのカリステニックスジャーニー第2週目です。はい、よろしくお願いします。お願いします。この1週間、ちょっと家持ち帰ってどんなことをしてた？棒を使ったストレッチ。はいはい、あるね。はい、あと足上げて、お腹上げるだけの腹筋のやつを毎日してました。なんかその辺でこう可動域が広がってきたなとか、なんか感じるものってある？腹筋のやつしてて、腰が地面につくっていうのは分かるようになったって骨盤の後傾が意識できるようになってきたって。ストレッチでも筋トレぐらい筋肉痛するぐらい硬かったっていうのも分かった。あ、で今すでに結構あの棒を使ったやつがあれしてるだけで筋トレしてるぐらい筋トレしてるぐらいパンパン なるほどね。なんかそのあれ、まあ、毎日やってくれてて、その私生活で例えばだけどなんか肩上がりやすくなったなとか、まあ、以前からそういうことがあったか分からないけど、なんかその辺そんなことはないけど、やっぱ月曜より金曜の方が楽やった。これはこのトレーニング自体が、ああ要はちょっと感覚が増えたかなと思う。なるほどなるほど。あとはまあ多少なりともこう家で運動してくれてて、なんか運動に対してこう気持ちというかメンタル的な変化ってある？金曜はあ早しなって思ってたな。月曜は嫌やなと思いながらやってたけど、金曜は早終わらしたいって感じやったからしないとっていう気持ちにはなってる。あ、でもまだ習慣がついてるかなって感じ。まだしたいじゃなくてしないしない。了解了解。まあただ習慣にしていきたいなっていうこう気持ちは芽生えてはきてるみたいな。 OK、 いいやいいや、気持ち悪いしないと。 OKOK、 まあじゃあちょっと前回の確認とかと、今日は後半ちょっとメニューも簡単に組んでしっかり動いてみようか。はいはい、お願いします。いきましょう。そしたらさ、ちょっとどんな風に可動域が変わったとかちょっと見せてほしいな。はい、なんかやりやすくなってる？やりやすくはなってる。だいぶ腰の反りも減ったんじゃない？こうやってる時も、うん、そう、うん、ちょっとそれを意識した。なんか前までこうやってたから、この時、お尻もさ、もうちょっとキュッと力、お尻にキュッと力入れたら自然と骨盤って後傾気味になるやんか、うん、で、ちょっと腹筋も鍛えた状態のままやってみて。そうそうそう、うんうん、そうそうそう、いいじゃん。疲れるけど安定はこれと、うん、ちょっと右がな、どうしてもなんだな。じゃあ次ちょっとこう、火星やってみて。大丈夫ですか？もうこれです。ここにこう、こう筋肉収縮される感じって感じれるようになってきた？それはもう最近分かるような。ここで引っ張ってるって。いいよ。そうそうそう。あ、ちょっと疲れた。いいよいいよいいよ。オッケー。でも変わってる変わってる。うん、継続してやってて。はい。よし。じゃあ、まあ、懸垂もちょっとやりたいけど、まあ、その前に懸垂のためのウォームアップとしても、はい、これをやりたいし、まず肩落としてみるか。で、前までは肩落としても、ここに疲れてる感じがなかったけど、はい、今はあんまないよ。うん。できてた。そうそうそう、今乗ったやつ、うん、オッケー。この状態でちょっと足こっち乗せて、いいよ、いいね、いいね。で、引いて引くときちゃんと息入ってます。もう一回やるか。お尻回ってない。オッケーオッケー。でもちゃんと背中使えてる感じっていうのは、うん、前回それなかったもんなかった。で、ちょっと気持ちこう背中反るって意味分かった。うん、うん、お尻に力入れてるけど、うん、こうなるって感じ。そうそうそう。だから避けてほしいのは腰、なんか反るイコール腰がさ、骨盤もこうなって、うん、こうしてって言ってるわけじゃないのか。ここは、まあ、あくまでもこういう傾きをキープして、まあ、お尻も程よく力を入れたまま
少しこす、はい、これとこれの違い全然違うし。 OK、 じゃあ一回この緑のバンド使って、今日はちょっと逆手でやってみようか。はい、で、それでどこまでいけるか。よいしょ。でもいけてるし、それで息吐きながら喋ってみましょう。いいやいいやいい、めちゃめちゃいい。ああ無理やねんで、もう一回いける、もう一回いける。てかまだいけるもうやめる。はい、オッケーオッケー。ちょっと乗っかりちゃう、危ないし。よいしょ、オッケー、いい感じやん。なんか腕だけじゃなくてちゃんとその疲れてるって感じ。申し分ない感じだったけどね。あんまこのニュアンス分かりにくいかもしれないけど、肩がこう不安定な感じとかないんじゃないか。ない。しっかりこうガチッと。そう。ガチッとして、ガチッとしてる。あるよ。OK、OK。いいやいいや。これ3セット目やけど、はい、今日はこれラストにしよっか。はい。今だいたいグリーンバンドで限界4回ぐらいで。はい。うん、よいしょ。で、息吐く大切さって分かってくれた？分かる。うん、体幹力入る。うん。OK。はい。OK、行きましょう。さっきよりこう、トップで、こっちに引く。そう。はい。OK、 よし、よいしょ。きつ。でも逆手の方が楽やもん、なんか楽、うん、なんでやろな。肩のこの関節の動き、うん、逆手でやるときってこういうふうに、まあ、伸展って言うんだけど、うん、こういう動きで引くよね、はいはい、で、もちろん後背筋も使ってる、二頭筋も使ってる、だ結構この三頭筋のはいはいはい、範囲も増えるから、うん、でこれまあ比較的楽にできる、はい、うん、で普段やるこうこっちの懸垂ってまあこういう動きも、まあ、あるっちゃあるんやけど、基本こうやる、はいはいはい、こういう肩の内転ってこういう動きでねやるから、はいはい、うん、まあまあここばっか使ってるみたいなことってことやな。そうだね、だから最初の方はこっちでやって、はい、基礎筋肉高めるっていうのはいいアプローチかなと思うね。じゃあ次プッシュをやっていきたいけど、ちょっと一回フォーム確認させてもらってもいいかな。はい、一回はい、はい、OK、 はーい。今ってさ、さっきあの懸垂とかで見てた、こういう意識とかって全くないよね。ない。誰のに必死って感じ。一回、ちょっと手のつき方とかも変えてみようか。はい。手のつき方、一回見せましょうか。はい。今、真正面にこう向けてるのを、はい、45度ぐらいにちょっと置いてみようか。で、指もベタ付けじゃなく、ちょっとこう地面掴むような感じ、うん、で、下ろしていった時にこのここの角度かな、ここの角度をここは0だとした場合、だいたい45度ぐらいの休み開けてあげる。これで大胸筋と三頭筋、まあ、同じような割合でこ う, うまく使えるような角度かな。これ広げるとより大胸筋だったりとか、狭めるとよりこっちの筋肉使ってやるみたいな、バランスよく使うのに大体目安として45度ぐらい、はい、で、じゃあこう向けてるときに肘をこう向けると、ここにちょっと不必要なストレスがかかってくるから、これをあらかじめ45度に固定しておいて曲げると、はい、で、曲げていったときにここの肘が中指と同じ、はい、延長線上に来るように意識してると、自然と
そんなことになるからさ、はい、思うよな。で、ちょっと地面をさ、地面にさ、手をこうねじり込むような意識で、実際手が動かへんから見えへんけど、こういうふうに、わかる？はい。で、ちょっと一回やってみてくれないかな。力の入り方とか良くなるかもしれない。上げるときもこういう位置を、うんうん、あとはこれも押すと上げるときにしっかり息吐いてる方がいいと思う。あと今日思ってたのがもう一個持って帰ってほしい動きがあって、はい、前スキャプラプルはしたやつか稼いでこう、はい、体を持ち上げる。今日は肩甲骨を広げる、寄せるで体をこう、まあ、押し上げする感じかな、はい、で、スキャプラプッシュ、これも覚えて帰ってほしくて、はい、で、おそらくこう、まあ、ここ前鋸筋っていうこういう筋肉、はい、ある筋肉がおそらくちょっと固まってるんちゃうかなと思うんだ、はい、で、結構普段こういう姿勢も多いと思うし、で、懸垂でもここまでこう引ききれへん、はい、前鋸筋ってこういう動きとかで使われる筋肉だから、ここは硬いってさ、こっちに動くときに引っ張るようになったらさ、はい、動きに制限が出てくる、はい、なんとなくイメージがある、うんうん、なんかそういう部分もあるかなとも思うし、このスキャプラプッシュで、まあ、前鋸筋の強化もやし、はい、まあ、動かして柔軟に動くようにしてると。で、前鋸筋が鍛われば肩関節の安定も増すし、下肢も関与はしてるから下肢もしやすくなるし、あとこう体幹の筋肉とかもすごく密接な関係だから、ここで生み出されたエネルギーがすごく伝わりやすくなるとか、はい、まあ、そういうメリットもあるから覚えておいてほしい、はい、ちょっと一回動きを最後プッシュアップの体勢で肘曲げずに、で体幹も腰反ったり上がったりせず、そこから肩甲骨寄せて体を下ろす、はい、押し上げて、はい、肩甲骨の動きってよくわかる？わかる。すげえ。ちょっとやってみようか。はい。多分肘曲がっちゃうと思うけど、極力曲げない意識で。なんか伝えてる意識ってどうかな？あの。いや、いいですね。できてる。まあ最初からそんなガッツリ動くとは思ってへんし、動いてるよ。全然、ね、膝つきでもいいよ最初。こうね。これやり続けていったら動くようになっていくから。どんな感じ？しんどい。ちゃんとしないといいよ。疲れてる疲れてる。ちょっとこれも毎日やっといてください。はい、毎日やることがちょっと増えるけど、はい、うん、健康的になると思うし、本当にいいと思います。はい、まあ、今日はそんな感じで終わりましょうか。ありがとうございました。はい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。まあいろいろ
いい収穫はあったかな、どうかな、わかる、1回目より2回目の方がわかる、うんうん、俺結構びっくりした、うん、1週間でしっかり牽制なんかはここ乗せれるようになってたし、結構1週間1回でも変わるかもね。変わるし、やっぱ考えながら家でストレスとかしたら変わる、うん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 、いやいや、じゃあ今日はお伝えしたスキャプラープッシュ、はい、なで腕立てもちょっと手に入れてもらって、いいもむ系で腹筋とか、はい、プッシュアップとかちょっと1週間持ち帰ってやってもらって、はい、また次週どうなってるか、はい、ちょっと楽しかったらいいな、はい、できるようになったら褒められるとねやる気にもなります、わかった、褒めまくります、はい、はい、じゃあありがとう、ありがとう、はい、あとはじゃあ来週やりましょう、はい、はい、ありがとうございました。